いただきます。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。コタンクです。今日はこちらの江戸前寿司プラモイクラバージョン1巻を作っていきたいと思います。こちらはタンサック団のゆういちさんに送っていただきました。ありがとうございます。あなたにこれが握れるか。対象年齢は12歳以上になっています。12歳。よし、じゃあちょっとこれ切りますか。早速開けてみます。いいの？こう、ワクワク、ドキドキ。あ、やばい。どうやって開けるんか。これをハグかな。おお、へい、らっしゃい。よ、これをチュロテープがついてる。あ、こっちだった。おお。すげえ。いくらだ。これは。大きい粒が12個と中ぐらいの粒が24個とちっちゃい粒が28個ついていて、お好みでどうぞって書いてあります。そしてお米はなんとマックス364粒入っております。すごい、ツヤツヤ星光かしら。何て作るの。そしてそこにまだ入ってます。入ってるの。海苔が。海苔？あ、これか。あ、これ海苔なんだ。海苔が入っております。うわ、食べれそう。食べれなの。すごい、海苔っぽい厚みあり。え、これに乗せていくの。いや、どうだろう。作り方は書いてません。え？え？え？説明書が入ってるかと思った。私も入ってると思った。ん？調べろってこと？いや、頑張って作れってこと？それでは早速作っていきます。じゃあパーツはこうなってます。それでは早速作っていきます。え？あ頑張っていきます。ちょい。じゃあこの上で作るか。あ、そういうこと。そういうことじゃない。そういうことかな。で、お米をこれ手でこうちぎれるみたいなので。全部ちぎっていい。いいです。皿に入れた方がいいんじゃない。じゃあそれに入れる。あ、早速米が1個落ちた。初これを米。難しい。おっと、落ちた。おっと、頑張ってママ。はい、これ絶対粒はなくすやつ。一粒はなくなるね。一粒じゃないの。そうか。手で簡単に取れます。めっちゃ大きいな、色。終わったね。今これ全部ママの。はい。簡単だ、これ。ママ、こういうやり方をして、せこいやり方をして。せこくないわ。2、4、6、8、10、12、13個ずつ。13個の
1、2、3、4、5、6、7、14、13×14 が2枚あります。なんか楽しい。終わった。おー早い。これがガチ勢の力さ。ねえ、これもうほんとに。なんかピンセットいるかな。土台このぐらい。土台こんぐらいかな。ちょ、ここセロハンテープで貼らない？あ、いいね。じゃあ土台を作ります。こんぐらいじゃない？で、これでいいかな。土台ってさ、横何粒？ここ何粒？うん、わからん。364だよ。わからん。この辺を適当に丸くして。あ、そんな感じ。いや、どう思う？もっとちっちり揃えないの？だってご飯揃ってないじゃん。山広がらんように。よし、じゃあお風呂入ってきていい？うんうん。できた。プラモデルできた。できる。よし、作業していこう。米粒完成。イエーイ。できたできた。見て見て。はいはいはい。おお、いいんじゃない。ママがこうやってって言ったじゃん。ああ、そうだね。ここから、じゃあできるかな。じゃあこれでのりが負けるかな。届かないんじゃないかな。もうちょっと縦に伸ばさんといけんかったんじゃない。あ、柔らかい。うわちょっと箸とか使おうかな。やばい、これはやばい。でもまだ間に合うかもよ。なんか柔らかいですね。あ、そんな手に触らないで。もう一回置いて。ちょっと形作れんかな。お、いける。いける。いけそう。上は平らの方がいいよ。うん、でも高くした方がいい。できた。お、いけるかも。はい、ちょっと残ってた。うん、あ、上乗せんでよ、横に乗せてよ。大丈夫、これで壊れば。良い感じ。
これのりで留めよう。いや、うん、ちょっと待って、なんかくるくるしてる。何これ、逆だった、こっちか、こうかな。もうママの手終わる。うわ、手がやばい。あ、でもいい感じ。うん、なんでそんな適当なの。適当じゃないよ、頑張ったよ。うわ、ちょっと足、よし、ちょっとそれっぽくなったぞ。でももう手が接着剤でベトベトだ。よし、じゃあここからイクラを乗せていきましょう。うん、これがどれ、こう押さえといて。うん、はい、じゃあイクラをどうぞ。ちっちゃいのから、あ、ここに全部入れてしまう。うん、本当のお寿司みたい。間違えて食べそうなぐらいすごい。はい、いた、つるつるしてる。すごい匂いを宿してるね、君たち。なるべく周りから塗って山にせんで。あ、はい、すいませんでした。すごい、本物みたい。できたよ。海苔がめっちゃ剥げるんだけど。え？ああ、海苔が、味付け海苔が。うん。ほら、何回やっても剥げていく。見て見て見て、どん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 開いていきます。面白いね。おお、すごい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 。あーじゃあちょっと、わー、のりがなんか接着剤との相性がめちゃくちゃ悪いかも。はい、じゃあこれで完成でーす。じゃーん、上手にできましたか。じゃーん、うわー、このツヤツヤすごい、めっちゃ本物みたい。ちなみにめっちゃ臭い、シンナー臭い美味しそうな匂いはしていません。はい、そして手もすごい接着剤だらけだったね。うん、はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。難しいところは、難しかったところはどこですか。海苔を貼るところです。そうですね、海苔が難しかったですね。あとご飯を平らにまっすぐこうね、あの円柱にするのはちょっと難しかったけど、まあいくらでごまかしたって感じでなんとかなりましたね。はい、楽しかったね。うん、あのこのプチプチね、ここからプチプチね取るのがねすごい気持ちよかったです。ゆういちさん、ありがとうございました。あー、のりが。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。だんだん、またね。いただきます。食べよう。え何、作り物だった。これ割れるの。あ、割れない。割っちゃダメなやつ。割れないかもね。あ、食べてる。美味しいですか。うまい。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので、遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。
またね。ごちそうさまでした。